してる最中。で、これもう一回押したら止まる。オッケーです。もう始めていいんですか。いいぞ。はい、こんにちは。今日はね、大島、福井県福井市ですか。はい、福井市です。福井市の大島、やってきました。霊視研究家の、無意休止リュウ&カッちゃんで今日は行きたいと思います。はい、今日のカメラマンは超イケメンリュウ君です。じゃあ行きましょう。カッちゃん、ここ堺市でした。堺市。堺市です。堺市っていうとこ、まあ、堺市三国町。堺市三国町ですか。あ、僕も初めてなんで、今回2回目です。今回僕1回目です。さあ、では皆さん、ね、今タクシーでも来てる人がいる。リッチ、どうぞ先進めてください。え、先進めてください。顔はあんまりね、映さん方がいい。ぼかし大変ですから。さあ、昼間のね、大島はね、初めて来ました。ですけど、ムイ君は今は休止中。めちゃくちゃ出てる。そして今日はね、代わりに、ニコヒマネさんとかの息子さんがリュウ君が来てくれました。ありがたいことに、地元なのに、お住まいの方はすいません。知らないです。いや、登ったこともないですもん。いや、まだ今のところ多分あの木でかっちゃんの木が登ってくれてるぐらい。さあ、ここからが、問題のやからなんですよ。このなぜか知らんけど、ここのラインなんです。こっからなんですよ。ここが嫌なんです。こっからです。こっからが嫌なんです。この雰囲気が嫌だ。重いな、この。これってみんな本当に声って聞こえてないのかな。声、うん、何度もう幽霊。そうだね。今聞こえてます。聞こえてる。ずっとこの前もこの人からもう耳から、だってもう風の音が聞こえないもん。え、今緊張そうなんですよ。聞こえてますけど、波の音は聞こえる。風のブーっていう音が消える。さあ、いよいよ本番。足元気をつけてください。みんないい靴履いてくる。いや、汚れてもいいような靴で来ました。せやろ。本当です。リュウ君は感じますか、なんか。僕ですか。はい。なんかガンガン質問してってもいいですか。ガンガン質問してってもいい。僕今のところ、まあ、こんな感じないです。心臓。はい。さあ、じゃあね、だからいよいよ、本土に入っていきたいと思っています。では皆さん、鉄砲。なんか違うね。カメラマンが違うと緊張するわ。そうですか。めっちゃ緊張する。あ、なんか一気に風は消えましたね。風はな、綺麗な。はい、風は消えました。これ嫌いなんだよ。全然橋と違います。全然嫌いなんだよ、俺この階段が。さあ、ね、おう、わ、もうね、後頭部がバリ重いね、もう。さすがだね、ここは。さすがです。え？いや、僕まだ大丈夫。
そう、重いね、さすがに。道中のが吐き気はありましたけど。重いな。すごいな、若いな、やっぱり。え？だって、メイクならずっと下におるもん。いや、距離を縮めないと、かっちゃんのお尻しか映像に。いいよ。前はこっち行ったんよ。うん、で、あそこに人影を見て、はいはい、したんだけど、うん、あの、家の中に人がいたんだよ。家の中？うん。あ、家ある。うん。すげえ。今、ぶっちゃけ言いますと、今中央に後を置いて追いかけてくる人がいるんですけど。マジですか？そうっすね。これは何で来てるんですか？わかんねえなぁ。俺のこと好きなのかなぁ。僕じゃないですよね。え？僕じゃないですよ。違う。多分、一人の人が。では、こっち行くんですよね。逆、時計、反時計回り、はい。これどうやって行くの？え？あ、かっちゃん。多分こっちですよ。まず、もう入らないと。本当？はい。僕ら多分やられますよ。やられてもいいんだけど。いや、事故ります。帰り。そう。なんか、一体があるみたいなんだ。門をくぐってからじゃないとダメみたいです。もう、この階段嫌いなんだよな、俺。自分こういうの苦手です。うわ。うわ。きついな。はい、もう一体増えてきました。さあ、どうしましょう。どこにいます？どこら辺にいますか？この辺にわかるかな？男の人ですか？女の人ですか？これは男の人じゃないのかな？古い人ですよ、僕に見えるのは。広い人です。黒い、黒い。あ、黒いです。古い、古い。あ、こっちの古い、古い方です。なんか木にいっぱい書いてあるね。お、本当ですね。もう名前彫るのやめたくていいな。本当ですね。完全なのか。さて、この前はここで、はい、人の顔を写したの。そうなんです。あ、今もいますね。やばいんだけど、入ってみたいんだけどな。じゃあ僕前行ってもいいですか？危なかったら言ってください。一体。うん。あ、様相が変わるね。顔怖いな。隅っこですか？ん？隅っこの方ですか？なんていうんですかね。りゅうちゃん見え、あれ。あそこにおるの。
いや、嘘。見えないです。さあ、先に進もう。そしてこれ、このまま回ってきたらいいですか。はい。本当。僕もう、あとはもう道なりに。わかんないんですよ。僕、ここから行ったことないの。僕なんて今日初めてなんで何も知らないです。なんも。うわ、すごいな、ここ。すごいな。マジか。うわ、はい。すごいな。何がすごいですか、ここ。今、なんちゅうんですかね、この辺りからすごくマイナスエネルギーがはるかに強い、うん、少しの霊感のある方は絶対にキモい、うん、あ、すごい。ここすごいな。いや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 、ちょっと待てよ。あ、あそこにいます。今深々と苦笑いをしています。笑っているっていうか怖い笑い方の女の人が今そこに立ってます。どうもこんにちは。あれ、嫌われたです。まあ女性に嫌われるのは得意ですから行きましょう。昼間でもすごいなここ。夜もっと仕事ですよ。はい、ヒデさん、とっておきの人が来られました。いつもすみません、ありがとうございます。向こう行けって人が来ました。一緒に行きたいと思います。そなたも守ってくれるそうです。行きましょう。がなぜ連れてきたとおっしゃっております。はい。すごいな。これ大丈夫？僕ですか？うん、はい、大丈夫。全然、はい、全然平気です。ここ感じ取れます。これ。うん。今ね、このぐらいの男の子、低い姿勢で。あっちから流れてきた。で、ここにたどり着いた。で、ダブルスリーになります。はい。で、もう5分ぐらい。うん。そう。ああ、今、変ないつもついてくるおっさんと
今話します。海水浴場、海水浴やってて溺れて亡くなったそうです。はい、で発見されるのが、途中までは生きてたけど途中から息絶えたっていうことです。何歳ぐらいですか？はい、小学校4年生ぐらいかな。うん、いやごめん、これが見たら成仏はさせないの、しない。お父さん騙してきやがった。じゃあ行きましょう。今日はね、もう本当に根掘り葉掘りと質問あったら本当に勇気、はい、言ってくださいよ、全部聞きたいから。空気が変わるのって関係ない？え、空気がなんかちょくちょく変わる。空気、今すごく暖かくない？今は暖かいです。いいと、はい。めっちゃ暖かいでしょ。はい、空気がなんか変わるなっていうのは。こんなに風吹いてて暖かいんですからね。そうなんですよ、困ったもんですよ。ここサスの事件ってあるの？いや、僕は聞いたことない。誰か見えますよ。あのロープみたいなのぶら下がってるのは？え？ロープみたいなのぶら下がってるのはロープですか？いや、あれはツタだな。あれツタですか？うん。違うです。一番奥に1本、2本、3本で、あの、はい、高田の木、はい、あれがすごく気になってた。これ夜怖えな、俺。夜ちょっと楽しみですね。雨降ったらどうしよう、俺。すげえ泣くぞ、まだ来るぞ、夜楽しみですよ、僕。また空気変わるで気をつけてください。はい、はい。うわ、重い、重だるい。やだ、俺この重だるさに失礼だね。おお、パーさん、やめてくれって。はい、ね。辛いことに、いつも同伴してくれるお父様が、あっちゃー、こっちゃから連れてきてくれてます。嬉しいことに。何体ぐらいいます？大丈夫？すごい、今。重いんですけど。まだ大丈夫です、僕は。よく珍しいね。はい。なんか、吐き気も消えました。幹ですかね。え？幹のおかげですか。これはね。それとも、ここにいる、例の。そう、こいつらがね、守ってくれてますからね。え、守ってくれてるんですか。なんかいきなり風が止まった。風止まりましたよ。すげえな、すげえな。はい、暖かいです。
って、うん、でも死んでる人いるの？おるぜ。あそこ、緑の木のあるやん、緑の木の葉っぱが、あー手前のやつ、そこのもう一個向こう側の、でもここでも自殺した人おるんだ。こんなところで死ねるの？ここですよ。え、あの一番高い、あの、あそこの、はいはい、あんなところで死ねる？え、高くなさそうですけど、別に。なあ、溺れて死んだんですか？石入れて死んだ。石、どこに流れ着くんですか？でもこれよう生きてここまで来れるのか？あそこに見えるんだよ、下には川だけど、途中に青白い真っ白な、はい、うん、あ、隙間のやつ、そうだね、ここら辺ってこと？